ューブが福岡を中心に九州の魅力を発信するナッセチャンネル。福岡、熊本、北九州のグルメを取材して30年、ナッセ編集部が自信を持って提案できるお店を厳選して動画でお伝えしていきます。さて、本日ナッセ取材班が伺うお店は、多くの人が行き交う大名今夜町通りにある半喜。女子中学生からマダムまで幅広い年齢層の胃袋をがっちりつかむ本格的な韓国料理の定食が食べられる大人気のお店なんです。入り口にある定食のメニュー看板を見て、この日も多くの人が足を止めていましたよ。私たちも早速取材にお邪魔させていただきます。失礼します。お店の中は韓国料理店とは思えない、まるでカフェのような空間。昔の洋食屋さんの雰囲気ですね。見てお気づきの通り、店内はカウンター席のみ。友達同士やカップルはもちろん、一人でも入りやすいですね。作ってくれたのはオーナーシェフデイさん。ここ半喜で定食を作り続ける韓国定食のスペシャリスト。半喜は日本語で一食という意味。一人一人のために丁寧に作ってくれています。本日の取材飯、チーズタッカルビ定食は定食メニューの中でも特に人気があるそうです。くぅー、大膨らむ。チーズタッカルビには鶏もも肉と4種類の野菜、キャベツ、人参、玉ねぎ、ニラが入っていてボリュームたっぷり。迫力満点の鍋さばきで一気に旨味を閉じ込めた一品。この厨房の迫力たまりません。これは食欲高まる。待ち遠しい。うわーって言うの、うわーって。今か今かと待っていると、美味しい音とともにやってきました、チーズタッカルビ定食。あー、いい香り。ジュージューという音もたまりませんね。具材と絡まるチーズのとろりとした感じも見るからに美味しそう。テーブルの下に引き出しがあり、そこにお箸やスプーンがセットされているので、必要なものを取り出して早速いただきます。鶏肉と野菜とチーズが絡んでいるところを豪快にパクリ。甘辛い味付けのタレとたっぷりのチーズ、やみつきになる一品。うまっ。本場韓国から仕入れる調味料をコチュジャンで味付けした本格派。野菜がたくさんいただけるのも嬉しいですね。一度食べ出すとお箸が止まらなくなる。どんどん食べますよ。定食には白ご飯、キムチ、わかめスープがついています。キムチも美味しい。程よい辛さで白ご飯にこれまためっちゃ合う。ちなみにお店は2021年12月に新しい内装でリニューアルオープンしたとのこと。奥には大画面モニターがあり、主に韓流ドラマが流れていますよ。さて、辛みの後はお口直しのスープをごくり。ごまの風味が効いてあっさりしていますね。嬉しいことにご飯は 500g まで無料。しかもキムチは何度でもおかわり無料なのだとか。はぁ、太っ腹すぎる。コスパ最高。ありがとうございます。こちらのお会計は前払い制。入り口に券売機があるので、まず定食のチケットを購入。ご飯のグラム数もここで選べるので、気軽に多めをチョイスできますよね。
お言葉に甘えてキムチを3度おかわりして満足満足。たっぷりボリュームがあったのに完食しちゃいました。チーズタッカルビ定食の他にも選ぶのに困るほどのメニューがずらり。豚バラと野菜を辛味噌で炒めたコチュジャンサムギョプサル定食は豚バラの脂の旨味まで加わってこれまたご飯が進む。甘辛いタレがグッド。そして熱々の旨辛スープがたまらないキムチチゲ定食。生卵を入れるとまろやかな辛さに、はぁ、体がポカポカ。ご飯の上にスープをのせ、その上に海苔フレークをかけて混ぜると、これまた絶品。一日中定食が楽しめるので、ランチはもちろん晩ご飯にももってこいですね。同じ大名にエンジョイスペースハンジャン、商人橋通りにハンジャンという姉妹店もありますよ。お茶目なスタッフさんばかりで撮影の合間も明るく終始笑顔。今回取材させていただいたのは半期。大名の中心地にあるので天神、赤坂、薬院、どの駅からもアクセスしやすく、昼でも夜でも気軽に韓国定食を食べに行けちゃう。福岡におるんやったら半期で美味しいチーズタッカルビ定食食べりー。